もマイカラーです。イエーイ。俺もなんか釣られてこんなんしちゃった。はい、というわけで今回やる企画、はい、気配切り。おいや、気配切りちょっとやろうかなと思ってまして、うん、で、普通の気配切りとはちょっと違います。お、気配切りする前に紙引いてもらいます。ほう、紙を。でその紙には数字が書かれてます。はいはいはい、1から7まで書かれてます。はい、はい、で、目隠しした状態でその紙を引いて自分が何番を引いたのかっていうのを考えながら気配切りしてもらうんですけど、この数字は何かっていうと自分が剣を振れる数字です。ああ、回数の、ね、回数です。はいはいはい、その回数分からないの。分からない。でその回数と乖離分、うん、今回罰金差分とか。はい、なるほど。あ、で気配切りの、はい、どういうこと。例えば3引きました、はい、で1回しかできませんでした、はい、じゃあ200円罰金。だから自分は多分何番を引いてんなっていうのを考えながら気配切りをしてもらうと思います。おーおー、もう勘やん。勘。そうで、これバチッと例えば3回引いて3回目でバチンと当てました。はい、これ相手チーム500円罰金。ほう、なるほどね、はい、相手チーム、ね、相手というか当てられた方、はい、相手な。だからもし当てられた方が 5回分差分があれば、うん、その時点で1000円罰金。うん、そうですね。早速やっていきましょう。シャキーン。今回の罰金ルール。はい、でちょっと広めのところに移動してきました。はい、広いじゃん。はい、じゃあ一人ずつ、じゃあまず新一から行こうか。はい、来てください、こっちに。これね。はい、あ、見たか。はい、俺にそれ渡してね。はい、新一がこれです。はい、じゃあ次ジュンジュン。はい、お、怖いって。ジュンジュン、あ、ちょっと待ってね。はい、ジュンジュン。はい、ここ。はい、これで。ジュンジュンの回数が分かるか。こちらです。これの分かっちゃうのね。はい、では2人、はい、セットしていただきます。はい、お願いします。回ります。いきます。せーの、分かる。15回待って。おやだ、お、ちょっと待って。はい、あ、これでしょうか。立ち上がってください。ちょっと待って、どこ。はい、スタート。勝者、新一。よし。ただ、1回しか振ってないよな、新一な。一発やったよな。一発。で、ジュンジュンも一発やったよな。一発振ったな。外し？外しいいよ。こっちか。うわ、俺この辺おると思ってたで。俺、どこまで転がってんの？え？ここで転がる。マジで？え？今回。はい。新一が引いた数字。はい。ジュンジュンからにしようか。なぜ？もう絶対俺やばいよ。俺やばい。エグいやん。怖いよ。ジュンジュンが引いた数字。俺の予想は2やと思う。ああ、なるほど。ジュンジュンが引いた数字。はい。7。やばい。600円。怖かったやん。新一が引いた数字。はい。1。すごくない？というわけで、ジュンジュン。1100円罰金と。はい、じゃあ2回戦。まあ、新一がね、実質の決勝で、亮太が1回戦不戦勝ってことで、はい、これ決勝戦になります。感度が違うと思います。それではまずね、数字の方を引いてもらいましょう。はい、はい、まず新一からいきます。まあまあ大体わかるね、これ、これね、何番かって。はい、ね、
真珠の数字が、はいはい、その向きですね。はい、じゃあ次、はい、はよせよ。はい、チャンヌの数字が、なるほど、はい、あ、大丈夫ですよ、その向きで、はい、この回数になります。あ、はいはいはい、分かりました。はい、その場でじゃあ15回スタート。はい、ストップ、よーいスタート。はい、ストップ。勝者、チャンヌ。当たった、当たってない。当たったで今。当たってない。俺も当たった感じないんだけど。当たっていません。よーい、スタート。終了。よっしゃ、うわ、シジ勝者、シジイエーでですね、お互いのね、引いた回数、はい、何回ですか。まず新一から、はい、回数がですね、3回です。うわ、結構やばいよ、多分。何回打ったの？8回。だから差額500円。で、チャヌ、はい、振った回数は6回。6回ですね。あなたの引いた数字、5回です。うわ、惜しい。はい、ということで、新一が500円罰金、はい、で、チャンネが100円罰金で、勝者は新一ということで、まあ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 、はい、覇気があるから分かんねえ、どこだだいぶ。でも惜しかったやんな、俺多分。あのな、だいぶダサかった2人とも。せやね、うん。で、あのチャンネは振った後すぐしゃがむっていうめっちゃせこいことを駆使して。俺何回か避けてた。あ、避けてた、避けてた。はい、気配は感じてたんけどな。あ、というわけで、前からというか、まあ、チャンヌチームか、もうチャンヌチーム気配切り王は新一。新一、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。これ次回タクヤチームのちょっと頂上と戦ってみたくない？戦ってみたい。だから次回ちょっと気配切り第2弾、はい、やりたいと思います、はい、今回なので罰金はジュンジュンが1200円。1100円、順次が1100円、新一が500円、俺が100円と。というわけで、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくね。